Thank you.
ありがとうございます。シャイン・ストキンというフランス・ポッターという方が作って、サンプリングビッグバンドで有名になった曲をお送りいたしました。では紹介いたします。コントロールのスカーゴス・ケンジ、そしてコンサモンドルガン、石井沢、高橋、石田、フッティでお送りします。今日はですね、皆さんピアノを演奏されていましたけども、私は今日ちょっとね、最近頑張っておりますので、このハモンドオルガン楽器を持ち込んで今日は演奏させてもらっています。もう一人マスクですね。楽器上の方も見えますかね。鍵盤が上一段、下一段の上下二段で、鍵盤もあって、あと右足で実は音量のコントロールしてます。イメージいただくと、形はエレクトーン、原子オルガンに近いですね。はい、そんな楽器を演奏しています。そしてドラムも、あまり普段見る機会ない方もいらっしゃると思うので、こちらもやはり、両手両足をフル活用してリズムを刻んでいる楽器で、我々2人で8本の手と足でアンサンブルを奏でているという形になります。ぜひお楽しみください。お案内いただいた通り、塚越さんとお互い下の子が今小学校の年中さんで、たまたま知り合って一度なんかレッグ親睦会みたいので今までご一緒したことあったんですけども、コロナになって、そういう催しも少なくなってしまって、今日は3年ぶりぐらい、ね、だから子供もあの頃はまだ来たわけですね。これも、今ちょっと前の方で私のことも聞いてくれてますけども、はい。で、次の曲に移りたいと思います。今日、小学生、中学生、高校来たら、本当に素晴らしい曲を聴きました。私も、その頃は小学生、中学生の頃は、当然ありまして、音楽室通ってましたね。はい。やっぱりこういう発表会の場で演奏して、まあ、それに磨けて演奏して、でも本番で失敗して、みたいのを毎年毎日やって。でもまあ、やっぱりそれ楽しかったら、ずっと続けられてる。まあ、もうその頃から、例えば3、40年間続けてられる。ちょっとそんな昔の思い出なんですね。私が作曲したオリジナル作品がありまして、I Remember Your Smile という曲なんですけども、まあ、そのちっちゃい頃、30年前、40年前、小学生、中学生、高校生、今私ですね、まあ、当時、同級生、取り込まれたみたいなことがありまして、そんな昔の恋心を思い出して作っていただきたいと思います。私のオリジナル、I Remember Your Smile をお聴きください。
から、I Dream of a Smile という曲をお送りしました。何が来るかな、はい、なんかおしゃべりします。今日はあと1曲準備してるんですけども、素敵なゲストをお呼びしたいと思います。ファン、タクファン、富永さん。本日4度目、人形の娘です。富永さんとは今日は、まあ、方法別々にやってましたけども、大学、学生の頃に付き合いですから、10代の頃は30年ぐらい、まだ30年弱ですかね、はい、今日出られた生徒さんですね、私も音楽を聴いて非常に友達たくさんできましたね、聞きたいことは決めて友達たくさんできて、今とこうやって、ね、保育園、親同士で知り合うこともできますし、まあ、なので、何でしょう、楽器続けると人生いろいろ楽しくなってくるかなと思います。練習したいというのも分かる。私も練習そんな好きじゃなかったです。ちょっとずつ練習して続けていくと、皆さんの人生も祈りあるものになると思っていますし、祈りあるものになることを祈っています。では最後に富永さんをお迎えせず、一曲元気なファンキーなナンバーをお送りしたいと思います。ちょっと音が大きめになると思うので、世代からはですね、大事にしていただいて結構かと思いますので、よろしくお願いします。最後に、私の大好きなコロナミスのセッターポンスを出してきましたスピードテイクを富永スクールフューチャーでお見せしたいと思います。
ありがとうございます。